バンプ・オブ・チキンは日本のロックバンド。略称としてはバンプ、バンプ、ボック、バンチキ等が用いられる。レーベルはトイズ・ファクトリー、所属事務所はヒップ・ランド・ミュージック参加のロンフェロー。全員が1979年生まれで千葉県桜市出身の幼馴染なお、メンバーは皆平等との考えからバンド内でのリーダーは決めていない。詳細は 各記事を参照のこと。4人は幼稚園からの顔なじみであるが、幼稚園時代に、藤原、直井、マスカワの3人は、マスのことを知らなかった。卒園後は、直井、翔、マスカワの3人が、同じ桜市立薄井小学校に通う。そして全員が、同じ桜市立薄井西中学校へ進学し再開。4人ともバスケットボール部に所属していたが万年。 補欠だったため、よく体育館倉庫を真っ暗にして行うかくれんぼをするなどして進行を深めた。1994年、中学3年生の頃学校の文化祭へ向けバンドを結成。ザ・ビートルズのツイストシャウト、ベニーキングのスタンドバイミー、レディースルームのゲットロストをコピーし文化祭で初ライブを行う。結成当初。 ギター担当は別のメンバーがいたために、マスカワは幕の上げ下ろしなどのスタッフのような役割が主だった。1995年にはオリジナル曲を持って次々と各地の大会へ出場する。同年秋には藤原が高校を中退し本格的に音楽活動へのめり込むようになっていた。藤原初の単独での作詞、作曲となったオリジナル曲、ダニーや、 バンプ・オブ・チキンのテーマなどもこの頃に完成する。その後、マスカワが正式にギター担当としてバンドへ迎え入れられた。1996年2月11日、現メンバーとなり、バンドをバンプ・オブ・チキンに改名後初めての大会出場をティーンズミュージックフェスティバル96で果たす。後に、バンドはこの日を結成記念日とするようになった。その夏には、 ビートブラストインジャパンに、ガラスのブルースでエントリー、全国大会でグランプリを獲得。その後、都内でのライブや千葉県内ツアーを経験した、後に、初の音源となる、バンプ・オブ・チキン、ダニー、ガラスのブルース等を収録した、デモテープの制作、配布を開始。この頃、デビュー前のトライセラトップスとバンで共演し、 牧原のりゆきやトライセラトップスの音楽プロデューサーの木崎、賢治にスカウトされる。木崎は現在彼らが所属する事務所の取締役であり、エグゼクティブプロデューサーである。マスカワとマスの大学受験のための一時活動休止期間を経てからは1998年6月に劇団スイッチ公演のミュージカル、走る女に生バンド役としてメンバーが出演。 藤原も6曲ほど、公演のために書き下ろす。1998年10月24日には、自身初の CD 作品となる、でも、バンプ・オブ・チキンを500枚限定で発売。その後わずか1ヶ月で完売。1999年3月に、ハイラインレコーズから、デビューアルバム、フレーム・ベインをリリースした。 多忙の合間を縫って強行的に行われたレコーディング期間はわずか3日間であった。同年春に浪人していたマスカワが大学に合格。2000年3月にアルバムザ・リビング・デッドを同じくハイラインレコーズからリリース。上記の2つのアルバムは共に廃盤となっており、2004年4月に再発版が発売されている。なお、この再発版フレーム・ベインには、 バトルクライが隠し的要素で収録され、それに伴い、フレームベインプラス1と表記変更された。なお、藤原がラブソングだと公言している曲は、この時期以外に作られてはいない。2000年9月20日にファーストシングル、ダイヤモンドをリリースし、トイズファクトリーからメジャーデビューを果たす。2001年3月14日に発売された、セカンドシングル。 天体観測が累計で55万枚以上を売り上げる大ヒットとなりバンドの知名度が大きく上昇。この楽曲から着想を得たテレビドラマ天体観測も2002年夏に放送された。同年10月17日リリースのサードシングルハルジオンを経て2002年2月20日に発売されたメジャー1作目となるスタジオアルバムジュピターは バンド初のオリコンアルバム週間チャート初登場1位を記録している。アルバム、ジュピター発売後にバンプ・オブ・チキン主催の対バンツアー、某記サイトページ1を開催。給油のシロップ16グラム、バーガー・ヌーズ、ハックルベリー・フィンラと、全国3カ所を回る。そして、同年12月18日には、フォースシングル、スノースマイルを発売。 2003年3月12日にフィフスシングルロストマンセーリングデーを発売。セーリングデーはアニメ映画ワンピース・ザ・ムービーデッド・エンドの冒険の主題歌となった。その後2003年春から翌2004年まではアルバムユグ・ドラシルのセッションとレコーディングが行われ、夏以降は表だった活動は行われなかった。2004年3月31日 ファーストアルバム、フレーム・ベインから、ある絵を、リカットシングルとして発売。5月29日には、地元の桜市民体育館にて完全招待制、フリーライブを行い、スペース・シャワー・ TV で全国に生中継された。同年7月7日には、ユグドラシルからの先行シングルとなるエースシングル、オンリー・ロンリー・グローリーを発売し、初となる。 オリコンシングル週間チャート1位を獲得。8月25日に発売されたメジャー2作目となるスタジオアルバムユグドラシルもオリコン週間アルバムチャートで初登場1位を獲得し収録曲のうち車輪の歌が同年12月1日にシングルカットされた。12月には幕張メッセで2日間で3万人を動員する単独ライブとしては 最大規模のライブを行い、初日には NHK の番組、スーパーライブ用の収録も行われる。この後、年末には韓国でのライブも行っている。2005年7月21日に発売された、テンスシングル、プラネタリウムで、自己最高の初動売り上げを記録。この記録は、同年11月23日に発売された、イレブンスシングル、スーパーノァカルマで、 さらに更新し、自身最大のヒット曲である、天体観測に迫る50万枚近い売り上げを記録。2006年通り今年間シングルチャートで9位にランクインして、シングルアルバム通じて、初の年間トップ10入りを果たす。2006年3月22日、藤原が書き下ろした、ゲーム、テイルズ・オブ・ジ・アビス用のサウンドトラック集、ソング・フォー・テ f ルズ・オブ・ザ・アビスが発売される。 同年9月20日には、楽曲、ギルドの世界観をテーマにした、オリジナル無性映像作品、人形劇ギルドをリリース。そして、同年11月22日に 12th シングル、涙のふるさとを発売し、オンリーロンリーグローリー以来2年5ヶ月ぶりとなる2度目の、オリコンシングル週間チャート第1位を獲得した。 2007年7月16日にインディーズ時代に所属していたハイラインレコーズの10周年記念イベントにシークレットゲストとして登場し498日ぶりにライブ復帰夏のイベントにも出演した同年10月24日にはシングル花の名メーデーを2枚同時リリースし 花の名は2作連続通算3作目のオリコンシングル週間チャート第1位を獲得。メーデーも2位となり史上7組目の1位2独占を達成した。花の名は映画、オールウェイズ族3丁目の夕日の主題歌に採用された。同年12月19日には、前作、ユグドラシルより3年4ヶ月ぶりとなる、スタジオアルバム、オービタルピリオドを発売。 12月26日には、全国 FM 放送協議会主催の FM フェスティバルラジオアワードインジャパンライフミュージック2007で大賞を受賞した。2008年6月18日に、今まで発売されたシングルのカップリングに、新曲、プレゼントを収録したアルバム、プレゼントフロムユーを発売。2008年にリリースした作品はこのアルバムのみで、シングルは発売されなかった。 2009年11月25日、約2年ぶりとなる両英面シングル、RIP メリークリスマスをリリース。2009年にリリースした CD 作品はこのシングルのみとなった。2010年4月14日には、6 t ティーン h シングル、ハッピーを、4月21日には、7 t ティーン h シングル、魔法の料理、君から君へをリリース。オリコンチャートで、 ハッピーと魔法の料理君から君への異なる作品で2週連続1位を獲得した。ハッピーはバンプオブチキンの作品では初となるオリコン月間1位を獲得し魔法の料理君から君へも月間2位を獲得したため1位2位を独占した。同年4月10日にはバンプオブチキンをシークレットとして自身初のシークレットライブを 六本木ヒルズアリーナで開催。同年10月13日にエティンスシングル宇宙飛行士への手紙モーターサイクルをリリース。自身初となる3作連続1位を獲得。同年12月15日には、前作以来約3年ぶりとなるスタジオアルバムコスモノートをリリース。ユグドラシル以来3作ぶりとなるオリコンチャート初登場1位を獲得した。 友達の歌の発売が決まっていたことや、ゼロのレコーディング作業もあり、リリース直後にツアーは行われなかったが、2011年12月5日から2012年1月31日にかけて、ライブハウスツアー、グッドグライダーツアーを、2012年4月7日から7月14日にかけて、アリーナツアー、ゴールドグライダーツアーを開催し、7月3日の 国立泳ぎ競技場第一体育館公演を収録したバンド初の映像作品バンプ・オブ・チキン・ゴールド・グライダー・ツアー2012を2013年3月6日にリリースした。2011年2月23日にナインティーンス・シングル友達の歌を発売。同年5月11日にトゥエンティース・シングルスマイルが発売され楽曲の着歌。 CD シングルの収益はすべて東日本大震災の義援金として日本赤十字社を通じて被災地に寄付された。同年10月19日にはにファーストシングルゼロを発売し、この作品は花の名、名で以来となる累計20万枚以上の高セールスを記録した。 2012年1月18日には2セカンドシングル、グッドラックを発売し、7作目となるオリコンシングルチャート1位を獲得。同年9月12日には2サードシングル、ファイヤーフライを発売。本曲は連続ドラマ、息もできない夏の主題歌に起用され、バンド史上初のテレビドラマ主題歌となった。2013年7月3日には、初のベスト版である。 バンプオブチキン i イ、1999から2004バンプオブチキン i i 2005から2010を発売8月9日には地元千葉の QVC マリンフィールドにて地震発のスタジアムライブともなるベストアルバム発売記念ライブを開催当日の模様は YouTube を通じて全編がネット性中継された並行し実写映画ガッチャマンの主題歌に提供した 新曲、虹を待つ人を、自信初となる配信限定シングルとして8月21日にリリース。2013年9月9日から、アリーナツアー、ウィルポリス2013を行い、ツアーファイナルとなった自信初の日本武道館ライブにて、2014年1月下旬にニューアルバム、レイのリリースを発表。収録予定の新曲、レイもステージ上で、初披露した。 2014年3月12日に、前作から3年3ヶ月ぶりとなる、オリジナルアルバム、レイ・オリー・ディース。同日、収録曲、レイの別バージョンとして、バンド史上初のフィーチャリングアーティストとして、初ネミクを迎え、配信限定リリース。しかし、3月20日、公式サイトにて、藤原が、廃棄胸で入院していたことが判明。 同月31日に予定されていた新木場での単独ライブは7月15日延期となることが発表された。藤原の病状が心配されたが、4月5日にアリーナツアー、ウィルポリス2014がスタート。6月28日には台湾公演、7月31日にはツアーファイナルとして東京ドーム公演が行われた。また、 ドーム公演の最後に披露された新曲は、明けて8月1日深夜0時より、配信限定シングル、You are Here としてリリースされた。前後して7月25日に、ミュージックステーションで、地上波で初めて生放送で楽曲を披露した。この一連のツアーの模様、特に、東京ドーム公演までの軌跡が、同年10月に、NHK のドキュメンタリー番組として取り上げられた。 また、2015年2月4日に発売されるライブドキュメンタリー映像作品、バンプ・オブ・チキン・ウィル・ポリス2014に先駆け、2014年12月5日から2週間限定でバンド史上初めてのドキュメンタリー映画となる、バンプ・オブ・チキン・ウィル・ポリス2014劇場版を劇場公開。この映画の前売り券販売は、 初日2日間の売り上げが近年公開されたすべての東方系映画でナンバーワンとなった。2014年11月28日に漫画3月のライオンとのコラボレーション楽曲として書き下ろされた配信限定シングルファイターガリー・リース。同日白戦車から発売される3月のライオン10巻の特装版にもファイターの CD がセットされる。 また、翌11月29日には、映画、寄生獣主題歌として書き下ろされた、新曲、パレードが、配信限定シングルとしてリリースされた。2015年4月22日には、前作から約2年7ヶ月ぶりとなる、両英面シングル、ハロー、ワールド、コロニーをリリース。累計20万枚のヒットとなる。また、 シングルリリース記念として7月30日にインテックス大阪8月4日に横浜アリーナでスペシャルライブを開催会場のキャパに対して多数のチケット購入申し込みが寄せられたため横浜公演の模様は全国の映画館にてライブビューイングが実施され約4万7000人を動員した12月31日 第66回 NHK 紅白歌合戦に初出場。カウントダウンジャパン15、16のライブ会場から生中継で出演し、例を披露した。2016年2月10日に、前作から1年11ヶ月ぶりとなる、スタジオアルバム、バタフライズをリリース。自身通算6作目となる、オリコン週間アルバムチャート1位と初の、月間アルバムチャート首位を獲得した。 発売翌日には、結成20周年記念スペシャルライブ20を地元である千葉幕張メッセ国際展示場9から11ホールで開催2万5000人を動員した。この模様は2016年7月13日にリリースされたライブ DVD ブルーレイバンプオブチキン結成20周年記念スペシャルライブ20にまとめられた。同年4月からは バンド初のスタジアムツアー、バンプ・オブ・チキン・スタジアムツアー2016部フライを開催。全6公演、計28万人を動員する自身最大級のツアーとなった。また最終公演となった横浜国際、総合競技場公演は2日間で14万人を動員した。この公演は映像化され、バンプ・オブ・チキン・スタジアムツアー2016部フライ。 日産スタジアム2016年7月16日、17、として、同年12月21日にリリース。前後して、NHK の音楽番組、ソングスに、前年12月、同年2月と連続出演。これに対し、数百通にわたる再放送のリクエストが殺到。同年5月には、異例の完全版として、再編集したものが放送された。 同年2月28日、スペースシャワーミュージックアワーズで、ピープルズチョイスを受賞。6月17日、カルピスウォーターのテレビ CM でオンエアされていた、バタフライズ収録曲、宝石になった日のメガボルトが公開された。2016年7月、新曲、アリアを TBS 日曜劇場、青毛馬尊氏の主題歌として提供。 8月17日に配信限定リリース。2016年9月には、テレビアニメ、3月のライオンのオープニングテーマに、新曲、アンサー、エンディングテーマに、ファイターを提供、アンサーを12月21日に配信限定リリース、した。また、翌2017年4月から、テレビアニメ、グランブルーファンタジーザアニメーションに、バタフライズ収録曲、g を、 オープニングテーマとして提供、同曲を使用した CM グランブルーファンタジーのオンエアも前月よりスタートした。2017年1月28日、新曲流れ星の正体の弾き語りでも音源を30日深夜までホームページ上で無料公開。また、バンド結成20周年の最終日となる2月10日には、 アニバーサリーイヤーのうち最後の期間に制作されたリボンを披露するスタジオライブ制配信を行った。リボンは5月1日にデジタルシングルとしてリリースされ、同日にミュージックビデオも公開された。7月5日には6月19日より放映されていた日清食品カップヌードル CM ソング記念撮影をデジタルシングルとしてリリース。 2017年9月16日から翌2018年2月11日にかけて全国ツアーバンプ・オブ・チキンツアー2017から2018パスファインダーを開催した直前にアルバムリリースが行われないツアーであったが実質的なコスモノートリリースツアーとなったグッドグライダーツアーゴールドグライダーツアーを除けば2006年の ランラビットラン以来約11年半ぶりの、ひっさげない、ツアーとなった。追加公演及び再追加公演を含めて、全29公演を開催した。このうち2018年1月27日、1月28日に、開催予定だったマリンメッセ、福岡公演が、藤原のインフルエンザリカンのため開催見合わせとなった。ツアーファイナルの埼玉スーパーアリーナ公演では、 同ツアーのスタジオコースト公演の模様を収録した DVD およびブルーレイバンプオブチキンパスファインダーライブ AT スタジオコーストが同会場限定で販売された。同ツアーはメンバーが発案して開催された初めてのツアーで、なお曰く最初は5、6本できればいいと考えていたがバンド史上最長のツアーとなった。8月8日には 埼玉スーパーアリーナ公演の2日目の模様を完全収録したバンプ・オブ・チキンツアー2017から2018パスファインダー埼玉スーパー ARENA が発売されたツアーパスファインダーを得るとバンドは制作期間に入った2018年4月テレビアニメ重新機パンドーラに新曲シリウスをオープニング主題歌として同じく新曲 スピカをエンディング主題歌として提供した。シリウスは9月24日にデジタルシングルとして先行リリースされた。6月には、元宝オンラインエンターテイメントとレベル5による新作スマートフォン向けゲームアプリ、妖怪ウォッチワールドの CM ソングとして新曲、望遠のマーチを提供した。7月23日に同曲をデジタルシングルとしてリリース。 10月、同月15日公開の映画、奥何の主題歌として新曲、話がしたいようを提供した。また同月には、テレビアニメ、カラクリサーカスにもオープニング主題歌として新曲、月虹を提供した。さらに、同月19日放送の、ミュージックステーションスペシャルに2014年7月以来、約4年ぶりに出演し、話がしたいようを披露した。 テレビ出演自体も2016年のソングス以来約2年半ぶりとなった。11月14日には約3年半ぶりのシングル、話がしたいよ、シリウス、スピカを発売。また、話がしたいよは10月15日にデジタルシングルとして先行リリースされた。12月、ロッテ創業70周年記念スペシャルアニメーション、Baby I Love You のテーマソングに、 新曲、新世界を書き下ろし提供した。同月、2003年にリリースされた楽曲、ロスト漫画、札幌ビールの CM、第95回箱根駅伝箱根駅伝のその先へのテーマソングとして起用されることが発表され、CM は翌1月2日、3日放送の第95回東京箱根間、往復大学駅伝競争中に放映された。 2019年1月 TBS 日曜劇場グッドワイフに主題歌として新曲オーロラを書き下ろし提供した。6月28日にはシングルダイヤモンドからハロー、ワールド、コロニー及びアルバムフレームベインプラス1からバタフライズまでの全曲のストリーミング配信を開始。7月10日にはメジャー通算7枚目となる。 オリジナルアルバム、オーロラアークをリリースし、7月12日から11月4日にかけては、ドーム4カ所とライブハウス5カ所をめぐる、全18公演のツアー、オーロラアークを開催した。2020年5月には、2018年にリリースした、ライブ映像作品、バンプ・オブ・チキン・ツアー2017から2018、パスファインダー。 埼玉スーパー ARENA のアンコールを除く本編映像を YouTube にて期間限定で公開したほかメジャーデビュー後の楽曲でこれまで YouTube で公開されていなかったミュージックビデオをほぼすべて公開した8月23日レギュラー番組ポンツカ内で藤原が一般女性と結婚したことを発表9月10日新曲グラビティを配信リリース 9月18日公開のアニメーション映画、思い、思われ、ふり、ふられに主題歌として提供した。また、リボンも挿入歌として提供した。9月18日、ナ井イの過去の女性問題が報道された。これを受け、直井は謝罪文を公表。9月25日、直井を除く3人の声明文が発表され、直井の音楽活動休止を発表。 当面の間はメンバー3人で活動することとなった。9月29日、新曲アカシアが起用されたポケットモンスターのコラボレーションミュージックビデオゴッチャが公開。ミュージックビデオはボンズが制作し、松本理恵が監督を務めた。翌30日にシングルからの先行配信という形で配信リリース。11月4日には約2年ぶりとなる。 フィジカルシングル、アカシア、グラビティをリリース。2021年2月11日、バンド結成25周年の日に、約3ヶ月ぶりとなる新曲、フレアが配信リリースされた。5月18日、NHK 連続テレビ小説、おかえり、モネに、主題歌として書き下ろした、七色を配信リリース。6月6日、ナオイの活動再開を発表。表 9月5日には、レギュラー番組の、ポンツカ、にも復帰した。10月13日、スモールワールドが、映画隅っコグラシアオイツキオの魔法の子の主題歌に、起用されたことが発表され、それに合わせてアーティスト写真を更新。約1年ぶりに4人でのアーティスト写真が更新された。11月1日、スモールワールドを配信リリース。11月14日、YouTube にて、 スタジオライブ、シルバージュビリーを配信。2年ぶりにメンバー4人で出演した。直後には、パッケージシングル、7色の発売や有観客ライブ2デーズ、バンプオブチキンライブ2022シルバージュビリーアット、幕張ミサレーに、10から11の開催が発表された。12月31日。 第72回 NHK 紅白歌合戦に天体観測7色で出演。2015年以来2度目の出演となった。バンドメンバー全員が好きだったバンドとして、グリーンデー、ニルバーナ、ザ・ストーンローゼズ、ザ・ポーグスなどがある。また、ケミカルブラザーズ、プロディジー、エーフェックス・ツイン。 アンダーワールドなどをはじめとする1990年代のエレクトロニックミュージックも聴くという。藤原は幼少期から MTV を見ており、当時人気だったミュージシャンは大体好きだったと述べている。中でもビリー・ジョエル、マイケル・ジャクソン、シンデレラ、ポイズン、ホワイト・スネーク、デフ・レパード、スッキドロー、エアロ・スミスなどをよく聴いたという。中学生の時には、 友人からビートルズを教えられ、高校生の時にはハードロックへと系統した。メタリカのエンターサンドマンやガンズローゼズのコピーをしていたという。その後、ハードロックやメロコア、ブリッドポップなど、当時好きだったジャンルのアーティストのルーツとなる音楽を掘り下げていく作業みたいなものも楽しいからやっていたと述べている。その過程で、ネオアコ、ポールウェラー、 ザック・ワイルドなどを知ることになる。中でもプライドグローリーの衝撃は大きかったといい、その後、レーナード・スキナード、ママスパパス、オールマン・ブラザーズ・バンドなどのサザン・ロックに詳しくなっていった。ギタースタイルとしては、ザック・ワイルドが彼のヒーローとのこと。また、アイリッシュ・トラッドや、ブルーグラスのコンピレーションアルバムも愛聴しており、ジャクソン・ブラウンなども聴くという。 ナオイはグリーンデーからパンクロックに傾倒し、その後はピクシーズなどシューゲーザーを聴いたと語っている。いろいろな音楽を吸収していることについて、ナオイは藤原くんが作ってくるものってジャンルレスだしボーダレスなんですよ。だから僕らもできるだけかっこいい音楽全部にアンテナを張ってようと思うんです。と述べている。所属事務所はロングフェローで、 ヒップランドグループ参加の事務所だが、バンプ・オブ・チキンの他に、アーティストは所属していない。プロデューサーはモルで、近年は、プロデュース欄のクレジットに、名が乗るようになった、バンプ・オブ・チキンのプロデューサー集団である。アーティストマネージャーは、高橋博明で、公式サイトでは、高橋ダイアリーを連載していた。バンプ・オブ・チキンのロゴデザインやシングル、プラネタリウム以降のジャケットデザインは、 タイクルングラフィックスが手掛けている。メジャーデビュー以降から2015年のハロー、ワールドまでのミュージックビデオはほぼすべて映像作家のバンバ、周一の手によるもの。発売されているライブビデオや映像作品、人形劇ギルドの映像パートの制作も担当した。また、2005年初頭の NHK の番組スーパーライブ放送時には番組の演出も行った。 スペースシャワーミュージックビデオアワーズではネット投票によるベストユアチョイス部門にて2004年2005年2008年2014年にそれぞれロストマン、車輪の歌、花の名、虹を待つ人のミュージックビデオで受賞しているついで山崎隆がこれまでに4作品を手掛けている2005年のインタビューによるとデビュー後はいわゆる コ曲が一曲も生まれていないという。つまり藤原がレコーディングに持ってきた曲はすべて何らかの形でリリースされてきたということになる。ただし、2010年のアルバムコスモノートのシングルについてはシングル用に曲を書くというスタイルではなくアルバムストックの中からシングルを切っていくというスタイルが多用された。このため、RIP メリークリスマスを除くシングル曲は楽曲制作の時期とリリース時期との間に大きなタイムラグがある。例えば、ハッピーは2008年11月に制作されたが、シングルとしてリリースされたのは2010年4月であり、実に1年5ヶ月も空いていることになる。また現在においても書かれたがレコーディングを経ていない楽曲が多数ある。藤原は雑誌のインタビューで、 シングル曲とタイになってるからこそカップリング。シングルに入ってる二つの曲はカップル。だから、カップリング曲は、この位置が一番いいし、そういう風に発想して作曲しているし、曲たちもそれを望んでいると思うと発言しており、そのためか、カップリング曲はアルバムには一切収録されていなかったが、2008年にカップリング週、プレゼントフロムユーを発表した。 メンバーはその理由にカップリング曲が A 面曲のおまけと評されファンに聞かれないことが残念だったことを挙げている。シングルのカップリング曲がアルバムに収録されないこと自体は音楽業界ではごく当たり前に行われている。なお、2012年以来 CD シングルをリリースするペースが急落しリリースの際も両 A 面トリプル A 面でのリリースのため カップリング曲が制作されたのは2012年の Firefly に収録されている本当の本当が最後である。メジャーデビュー以降は楽曲制作に時間をかけており、1枚のアルバムを制作するのに数年単位の期間を要する場合が多い。また、シングル曲は基本的に CD。 配信に限らず、すべてを除く、オリジナルアルバムに収録しているため、シングルリリースからアルバム収録までに、大幅なタイムラグが生じることがある。例として、ユグドラシルは、収録曲で、最初のシングル、スノースマイルリリースから1年8ヶ月、オービタルピリオドは、プラネタリウム発売から2年5ヶ月、レイは、友達の歌発売から3年1ヶ月、オーロラアークは、 アリア発売から2年11ヶ月が経過している。2021年9月現在、バンプ・オブ・チキンツアー2017から2018、パスファインダーのオープニングナンバーである、パスファインダーのミスタジオ音源が公開されていない。2019年7月に楽曲のストリーミング配信が開始されたが、隠し、トラック、ライブ音源のパスファインダーは未解禁である。ただし、 フレームベインプラス1に収録されたバトルくらいは配信されている。また、藤原は同じく雑誌のインタビューで4人で歩いた帰り道の匂いとか一緒に見た景色のこととか鼻の奥がツンとなるようなものをレコーディングしたいんだ僕らはその再現性が今一番理想に近いんですと語っている。リリース音源はほぼすべてハーフダウンチューニングで作られている。 ユグドラシル収録のアスガルド、ミッドガルドやコスモノート収録の三つ星カルテット、ビューティフルグライダー等では変則チューニングを用いて作られた。シングル、スマイルを除くすべての CD ビデオ DVD、一部の公式スコアブック、公式アプリに隠しトラック隠しジャケットが存在する。隠しトラックでは通常と違い基本的にメンバー全員が 曲作りに参加している。隠しトラックは過去にカラオケで配信されていたことがあるが、現在はメンバーの意向により配信していない。また、CD ケースのディスクを収めるプラスチックの台を取り外すと CD の隠しトラックの歌詞が書かれたものが出てくる作品もあり、これは隠しジャケットと呼ばれている。一部 DVD ブルーレイ作品の外側ジャケットの裏に、 別の絵柄が印刷されているものもある。また、バンド公式アプリ、ボック a r にも表記されていない隠し要素が存在する。隠しトラックの演奏はすべてバンプオブチキンのメンバーによるものであるが、別名義となっている曲も存在している。なお、アルバム、映像作品の初回限定版のように、CD と DVD、またはブルーレイがセットの商品となっているものについては、 片方に隠しトラックが収録され、もう片方には収録されないケースが存在している。CD の合計収録時間やトラック数などには意味が込められていると考えられている。例を挙げると以下の通りである。ライブ時の SE は長らくザフーの A クイックワンホワイルヒーズアウェイを使用していたが、最近はオリジナル楽曲やボレロを使用することが多くなっている。 以下の表は2008年以降の SE をまとめたものである。ここには過去に開催された公演を掲載する。ただし単発ライブについてもここに掲載する。以前は地上波テレビにはほとんど出演せず、ラジオや雑誌、公述の有料放送やインターネットなどを中心としたプロモーション方法が取られていた。現在は地上波でも ジャパンカウントダウンには新作リリース前などに出演することがあるほか、2009年の RIP メリークリスマス以来は朝の情報番組 ZIP ほかなどに VTR 出演することが多くなった。また、デビュー作ダイヤモンドを発売した際にはミュージックトマトジャパンに出演したことがある。2010年 紅白歌合戦に出場するとの情報が一部報道ではあったが結局出演せずに終わった。2012年に小田和正がホストを務める年末特番クリスマスの約束において小田が花の名のカバーを披露した際に出演を打診したが断られたと明かしている。2014年7月ミュージックステーションスペシャルで地上波のテレビで初めて楽曲を披露。 虹を待つ人と、霊の2曲を、ファンの前で、ライブ形式で演奏した。3時間にわたるスペシャルの大鳥での出演となった。2015年には、紅白歌合戦に初出場。ロックフェスティバル、カウントダウンジャパン15、16からの中継で、霊を演奏した。同年の12月5日、翌年の2月13日には同じく NHK の音楽番組。 ソングスに2度出演。各回、インタビューと4曲のスタジオライブが放送された。この2度の出演は、反響が大きく、2016年4月30日には、番組で演奏された8曲のスタジオライブ映像と、渋谷陽一によるメンバーへのインタビューに、未公開シーンを加えた特別番組、ソングスバンプオブチキン完全版永久 保存スペシャルが1時間10分にわたって放送された。2018年10月には、ミュージックステーションスペシャル2時間 SP に4年ぶり2度目の出演。映画、奥何の主題歌の話がしたいよう披露した。同番組には、奥何主演の俳優、佐藤健と高橋一生も応援ゲストとして出演した。2021年2月27日には、 NHK、ソングスへ、約5年ぶりの出演。テレビでは、初披露となる、魔法の料理、君から君へ、オーロラ、アカシア、フレアの4曲を当時不倫報道の影響で、活動休止中の直江を除いた3人で、パフォーマンスした。また、藤原による下北沢の街ロケも行われた。2021年12月31日には、 第72回 NHK 紅白歌合戦へ、七色と天体観測で6年ぶり2度目の出演。この放送にはなおいも含むメンバー4人で出演した。また、2021年2月までは、テレビ出演の際に一度も、ショートバージョンでの披露を行っておらず、全曲がライブと同じく、フルバージョンでのパフォーマンスとなっていたが、 2021年12月31日の第72回 NHK 紅白歌合戦で天体観測をショートバージョンで披露した。ショートバージョンでの披露はライブを合わせても初である。また過去3回ツアードキュメントとライブ映像を特集した NHK の番組が制作されている。2004年のペガサス U のドキュメントは演出を バンバ周一が手掛け、2008年のホームシップ衛星のドキュメントでは、長澤まさみがナレーションを務めた。2014年には、初の東京ドーム公演の模様とその舞台裏が、バンプ・オブ・チキンクリエイターたちとの創造として放送され、ナレーションは、バンプ・オブ・チキンのファンと公言する、松坂通りが務めた。レーフムでは、バンプ・オブ・チキンのレギュラーラジオ番組、 ポンツカが毎週放送されている。なお、音楽がカットされたほぼ同内容をネット上でのストリーミング放送でも聞くことができる。バンプ・オブ・チキンはスペース・シャワー・ TV にたびたび出演している。この他にも新着ビデオの期間限定独占オニエアや番組への出演などを行っている。オリコンが継続的に行っている調査。 好きなアーティストランキングによれば、2006年の調査で、世代別10代において、第2位、2012年の調査では10代で6位、20代で10位、2014年の調査では、総合8位、10代で8位、20代で4位、30代で7位となっている。同じミュージシャンからは、ラッドウィンプスの野田陽次郎、ミスター・チルドレンの桜井和俊、 スピッツの草野正宗や小袋の小渕健太郎、マインウィズ・ア・ミッションのジャンケン・ジョニー等が熱心なファンであることを公言している。特に桜井は同バンドの楽曲をプライベートでも熱心に聴いたり歌ったりしており、ラッキー・ラクーン31号では楽曲を太宰治レベルの芸術としている。また、2000年代を総括するという雑誌のインタビューでは、2000年代で 最も印象的だった楽曲として、ロストマンを挙げた。加えて、世界の終わりの深瀬や米津剣氏も自身の影響を受けたアーティストに、同バンドを挙げている。また、宇宙飛行士の野口聡一、フィギュアスケート選手の羽生譲る、ドラえもんの声優である、水田わさび、女優の坂井美希もバンプオブチキンのリスナーとして知られている。 2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に際しては同バンド発となるチャリティソングスマイルを制作震災から2ヶ月後の5月11日にシングルとして全国発売し CD や配信などによるすべての収益を義援金として日本赤十字社に寄付した寄付金額の詳細は すべて1ヶ月おきに特設サイトで報告され、その総額は6962万7833円となった。また、2011年末より興行された、バンプ・オブ・チキンの全国ツアー、グッド・グライダーツアーでは、東日本大震災チャリティーバンドを販売。販売収益は11500円に達し、全額を、 義援金として、日本赤十字社に寄付した。2016年4月に発生した熊本地震に、際しては、同年のツアー、ブフライの名古屋ドーム公園より、復興支援のラバーバンドの販売を開始し、同じく、福岡公園と横浜公園、さらに通信販売にて上げた、収益分の3500万円以上を、同年9月30日付で、義援金として、 日本赤十字社に寄付、送金したことをバンド公式ホームページで報告した。また、2019年に行われたツアー、オーロラークのファイナル公演となる東京ドームの会場や公式オンラインショップで販売されていたチャリティバンドがあり、この収益のすべては日本赤十字社を通じて、令和元年台風第15号地爆県災害義援金、 令和元年台風第15号東京都義援金、令和元年台風第19号災害義援金、として寄付される予定。企画が CD となっているものは、すべて 12CMCD である。CD シングル、配信限定シングルオリジナルアルバムベストアルバム、これ以前にもカバー曲などを、主としたテープが、複数存在している。アルバム、ジュピターから、コスモノートまでは、 ミュージックビデオ集がアルバムごとにリリースされていた。レイ以降の楽曲のメガボルトについてはアルバムの初回限定版付属 DVD に収録されることが多くなっている。なお、メジャーデビュー後に発表されたほぼすべてのメガボルトが YouTube で公開されている。前述の通り、メジャーデビュー以降から2015年のハロー ワールドまでのメガボルトはほぼすべて映像作家のバンバ周一の手によるものである。近年は東市厚則が監督を務めることが多くなっている。ラジオテレビ NHK 紅白歌合戦出場レギ。ありがとうございます。